この前入国する際にカードを記入しててちょっと思い立ったんで動画に上げておきます。入国カードを飛行機の中でキャビンアテンドダントさんからもらえると思うんですけど、この入国カードの記入を適当にやると後で痛い目に遭うことがあるので気をつけてください。申告をしないといけなくて、特にニュージーランドって一次産業がすごく盛んな国だから、それを政府がプロテクトしてて、食品とか持って入るととてもうるさいんですね。で、中国の方とかこの前めちゃくちゃ食べ物を持って入ってたらもう罰金取られてた、それ申告しなかったから。で、この5番のところにそういうものがいろいろ書いてあって、食品を持ってますかとか、怪我は持ってますかとか、葉っぱプラント系持ってますかとか、あといろんなこと聞かれるんですよ。で、僕ら釣り人にとっては一番重要なのがこの魚釣り、ウォータースポーツ、ダイビングの用具を含むっていうものを持ってますかって聞かれるんですけど、それは必ず持ってるにチェックしないと大変なことになります。靴とかスニーカーとかを別に持ってきてる場合もそれちゃんと言わないとまずいです。で、この申告を怠ると、なんでこれ言わなかったのって後から聞かれて、別の部屋に連れてかれて罰金取られます。何百ドルか、400ドルって書いてありますね。で、これはかなりみんな引っかかってるっていう言い方が正しいか分かんないけど、見落としてうっかりノー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 って全部ノーにチェック入れちゃうんですよね。でも実は僕たち釣り人は釣り具も持ってるし、シューズも持ってるし、場合によっては人によってはなんか食べ物とか持ってきてる人もいると思うんで気をつけてください。これは必ずしっかり読んでチェックするといいと思います。多分ウェブサイトにいろんなところを探すと日本語訳されたものがあると思うんで、それをしっかり見て入国するようにしてください。以上です。モスバーンの街に行きました。オレッティリバー行くときはこのカフェに寄ります。僕はお酒とタバコ吸わないんだけど、この前タバコ吸ってる人によくそんな煙なんか吸えますねって言ったら、よくそんな炭の出汁なんか飲めるねって言われたよ。オレッティリバーに到着しました。けど風がすごい強いですね。ここら辺の川はきっとずっとこういう風が吹いてるんでしょうけど、この風はもう付き合うしかないです。いつもにも増して風が強いみたいです。ダメだ、今日は風が強すぎて全く投げられないです。今日は上がります。すごいんだもん風が。ハミルトンバーンっていう小さな川に来ました。今までで一番小さい川かな、ニュージーランドで。ここも水が少ないのかもしれませんね。言い訳をしてみるテスト。少ないでしょ。ハミルトンバーンダメでした。いいスポット僕が分かってないのかな、あるいは水位も低いし、やっぱ初めてだから全く場所が分かんないわ。ここの橋から上流は全く行ってないし、下流だけ見たんだけどちょっとよく分かんなかったな。で、橋から上流はなんか橋のとこに金網が張ってあって、なんか行っちゃいけない雰囲気だったんで行きませんでした。下流だけ、橋から下流だけ見てきました。他のところ行ってみます。今マタウラリバーです。で、今ここに車止めるまで4台も車ありましたよ。釣り人の激戦区だね、ここはね。やっぱね、釣れなかったよ。ニュージーランドまで来てスカンク食らった。こういうこともあるんだよね。今日は宿の泊まってるところのおばちゃんが夜ご飯作ってくれてるんで、遅くならないように夕方やらないで帰ります。急がないとおばちゃんが作ってくれたご飯に間に合わない。7時に作るからねっておばちゃん言ってたから、7時までに戻らないとかわいそうじゃない。もうギリギリだな、ちょうどだな。多分あったかいのを食べさせたいんだよ僕にね。だから急いで帰ってる。でも僕はもう安全運転で有名だから絶対飛ばさないから、18歳の時から飛ばさないからね。僕は中型の免許、バイクの免許取った時も
バイクもすり抜けとかしないから。バイク乗ってるのに車の後ろにいつも並んでたから。 Airbnb で宿を取ったんだけど、おばちゃんがホストでいろいろ相手してくれてるのね。おばちゃんがやっぱいろいろしてくれてさ、Airbnb ってオーナーとそのお客さんとのさ距離感って様々でさ、今回はすごい距離近いんだよね。だからもう明後日とか一緒に川行こうってことになってるから、犬も泳がせたいし私も泳ぎたいから、よしは釣りしてればいいから一緒に川行こうみたいな感じだから。まあ、昨日の夜ご飯は彼女が作ってくれたラム、羊を焼いた家庭料理を食べました。今日は何か分かるんですよね。